ヤン・ヘンリク・ドンブロフスキヤン・ヘンリク・ドンブロフスキは、ポーランドの将軍にして、国民的英雄、ヤン・デンボフスキとも、ポーランドのピエシュ・ホビツェ・ピエルツ・チャウイスにて、シュラフタ階級の家庭に生まれ、ポーランド、ロシア帝国のビングラで亡くなった、エルコレ・デンボフスキーは子。ドンブロフスキは、ポーランド・リトアニア・ザクセン三国連合時代の、ザクセンで育ち、ザクセン軍での勤務を数年こなした。 1791年にポーランドが4年議会にてすべてのポーランド人に対してポーランド軍への再召集を呼びかけた際、ドンブルフスキはポーランドへ帰国した。騎兵としての訓練をドレスデンの兵学校で受けた彼はポーランド騎兵の再編成を要請された。ポニャトフスキの下でドンブルフスキは1792年のロシアに対する戦闘に加わった。そして、 コシチュシコによる反乱が起こった1794年にポーランドの地においてドンブルフスキはこの反乱軍に積極的に加わりワルシャーの防衛大ポーランド最高を目指す側の支援を受けた部隊を率いて戦った。その業績はポーランド軍最高指揮官であるコシチュシコにより賞賛を受けドンブルフスキは将軍の地位を彼により与えられた。 彼はポーランド反乱軍の敗北後、コシチュシコからその功労に感謝の意を示されただけでなく、ロシアにより軍の将校の位を与えることを提案されたが、彼はポーランドのために戦うことを選んだ。ポーランド軍団を率いるヤンヘンリク・ドンブロフスキ。ドンブロフスキは、ポーランドの歴史において、ナポレオン戦争中のイタリア・ポーランド軍団を編成した人として知られている。 その編成を1796年、ナポレオン・ボナパルトにより、パリへ召喚された時より始め、そして、チザルピーナ共和国により新設された、ロンバルニ共和国の軍隊の一部隊として、ポーランド軍団を編成する権限を与えられた。この軍団が編成された年の3年前、ポーランド分割が、ロシア、プロイセン、オーストリアの3国の間でなされ、ポーランドが、 ヨーロッパの地図上から姿を消した。しかし、ポーランド人部隊の編成はフランスによるポーランド独立運動の支援によってポーランド問題を再浮上させるきっかけをもたらした。これにより、イタリア人がナポレオン率いるフランス側に立って戦争に参加することを拒否したこの時期において起こったイタリアでのポーランド軍団の編成は両者にとって利益のあるものであった。ドンブルフスキの カモン・ポーランド軍団は、ポーランド人亡命者により構成された。ドンブルフスキは、伝統的なポーランド軍の制服や国家勲章、ポーランド人将校部隊を使用した。ポーランド軍団の制服に関して、ドンブルフスキが行った、唯一の情報が、検証に関するものであった。その検証は、ロンバルニ共和国の色であり、フランスの三色機の色をモチーフにしたものであった。 ドンブルフスキがポーランド人に対して示そうとしてイタリアやフランス、ドイツの定期観光物で発表した声明は国外にいるポーランド人コミュニティの間で大きな反響を巻き起こした。やがてロンバルディ共和国の首都であるミラノでポーランドを分割支配している列強からの圧力があったのにもかかわらず多数の志願兵が集まり始めた。志願兵には 愛国心に燃える在外ポーランド人やオーストリア軍から解放されたポーランド人の囚人なども同様、含まれていた。短期間のうちにドンブルフスキは鍛錬し、勇猛と後に言われる7000人のポーランド軍団志願兵を招集した。ドンブルフスキのポーランド兵は、1797年から1803年初頭までナポレオン側で戦った。 彼の指揮下の軍団はイタリアでの戦いにおいて重要な役割を果たした。これは、ある時には1798年5月にローマに入場したというもので、彼自身、トレビアの戦いと1799年から1801年までの数々の戦いで大きく貢献をした。不運なことに、軍団はドンブルフスキが夢見ていたポーランドに到着することも決してなかったし、 祖国を解放することもできなかったそのことによってナポレオンは自身の敗下の勇猛かつ優秀なポーランド部隊内の不満が増加してきたことに気がついていた。兵士たちは特にフランスとロシアがルネビルで結んだ平和条約に落胆した。なぜならその条約はポーランド人の悲願であるポーランドの解放が明記されていなかったからである。これは ポーランド人部隊の崩壊を意味した。さらには1803年の地方反乱が特に危険な動きとみなされて6000人がハイチに送られることになった。そのうち300人の部隊のみが帰還することができた。軍団が解散しアミアンの和役が結ばれた後、彼は師団の将軍としてイタリア共和国の部門へ移動した。彼は1806年にポーランド軍団を再編するため、 再度ナポレオンに呼び出された。ナポレオンはポーランドをプロイセンから再度奪いたいと望んでいた。熱心さはそれほど高くなかったが、ポーランドの志願兵は再度編成された。ドンブルフスキはグダニスクやフリートラントで活躍したものの、彼は残りのポーランドの領域を分割している列強に対して戦うことを避けた際に彼自身も幻滅した。1806年に ドンブルフスキが行った命令。ポーランドのボイボードシップすぎた新たな命令1807年、ワルシャワ公国が再占領した領域をもとに作られた。これは基本的にはナポレオン率いるフランスの衛星国を意味する。ドンブルフスキはナポレオンに落胆し、ポズナン近くに屋敷を手に入れて移住した。しかし、1808年、すぐに彼は、 ユゼフ・ポニャトフスキの指揮の下でオーストリアと戦うこととなった。ラシュインの戦いの後、ポーランド軍はガリツヤに入場し、7月15日にクラックフを占領した。1812年6月、ドンブルフスキはナポレオンのモスクワ遠征において大陸軍の下でポーランド師団を指揮した。しかし、10月にフランス・ロシア間の戦争が終了し、フランス軍が 伝統により、大損害を脱出し撤退しなくてはいけなくなった。この敗戦はいわゆるベレジナとか作戦まで続き、この戦いでドンブルフスキは負傷した。彼は、1813年のライプツヒの戦いにおいて、オーギュスト・マルモン将軍のもとで戦った。しかし、その翌年、彼はこれ以上戦いを続けることができず、ポーランドに帰還した。彼は、 ポーランド軍の再編成を皇帝により任せられた将軍の一人であった。彼は1815年に騎兵将軍となり、新しいポーランド立憲王国の上院議員となり、白鷹勲章を受けた。彼は翌年、ポズナン近くのビングラの屋敷に隠居し、1818 18年に死亡した。彼は生前ポーランドの軍事史の著書をいくつか表している。 ポーランド軍団が創設された時代に、現在のポーランド国家、ドンブルフスキのマズルカが作曲された。この勇壮なマズルカの調べに載せた、イタリアにおける、ポーランド軍の歌は1797年の7月15日から21日に作られ、兵士たちの間で非常に人気となった。作詞を手掛けたのは、ドンブルフスキの親友ユゼフ・ビビツキで、作曲者は不明である。 冒頭の歌詞には、ポーランド未だ滅びずとある。これは、プロイセン側が、コシチュシコがマチェヨビツへの戦いで敗れた後、ポーランド滅びたり、と叫んだと、流言したのに反抗するためのものである。ドレスデンを首都とする脱線公国のベッティン家は17世紀から18世紀にかけて、ポーランド王を幾人か排出し、ポーランドリトアニア共和国と、 国家同盟内し緩やかな国家連合を形成していた。1791年に共和国で制定された欧州初の近代成文憲法、共和国憲法の制定の際共和国はポーランド王家を世襲制としたが、これにおいては当時のポーランド王家であるポニアトフスキ家が断絶した場合は王家をベッティン家が引き継ぐことが決められており、 将来のザクセン広告による共和国への加盟が想定されていた。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の解説。コトバンク。2018年8月28日閲覧。ありがとうございます。